グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。防草対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。駐輪場の土間を打って最後、これは何をしているんですか？今これ道路についてるこの L 字工っていうこの材料との境のところが、微妙に言うとこう、打ったコンクリートがこうかぶさってるんですね。それでそのかぶさってるところの辺切りをしておかないと、汚く仕上がっちゃうもんですから、ちょっとこう R をつけて面取りをして、この既存の L 字工との間に隙間を作ってると。こういうコテがあるんですね。はい、もう面取り専用のこうコテでこういう形に仕上げてるんです。で、今これ見ると、向かって左側にコテの細いラインがついてますよね。そうですね。で、このラインを消すために左手で持ってる長いコテがありますよね。持ってますね。これを今度こう持ち替えて、全体を平らにしてしまうと、この向かって左側のラインが消えてしまって、きれいに仕上がるという、ちょっとそういう小技を聞かせてます。なるほど。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。